はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーンズ、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、編成は終わってるんでこのまま先へ進みましょう。さて、準備はいいかしら。ああ、やるべきことはやった。みゆきには神羅本部への伝言を頼んである。うん、あとは諜報部、警備部に任せればよかろう。今は急ぐ時だ。やってくれ博士。じゃあ、勇気1号、チェンジドラグーン、スイッチオン。これ滑走路もなしで、そのまま飛び上がるのがすっげえよな。ここは、どこだ。てか、龍騎1号、煙吹いてんだけど大丈夫か。すっげえ人いるな、こうやって見ると。はあ、危なかった。ほぼ不時着だけど、なんとか降りられたね。うん、上空にあった次元の渦がこんな場所に繋がっているとはの。綺麗な場所ですね。浮かんでいる小さな島というか。見た目に騙されるな。この浮遊島の側面に金の鎖が見えた。金の鎖はここから全世界に放たれたんですね。早く調べた方がいいよね。あれ、浦島博士はどうしてるの。龍騎1号の修理中。切れてたから近寄らない方がいいと思うけど。あらら、タイミングが悪いな。ちょっとあそこを見て、ものすごい力を感じるわ。見た感じ怪しいな、これ。緑色のあれは何です。エネルギーが凝縮されとる感じじゃの。カプセルというか卵の上半分というか。危険だが調べるしかあるまい。場合によっては封印を施す。うん、絶対にろくなもんじゃないよね、あれ。おお、ど真ん中に。おお、ろくでもあることなのね。すんごいこと始まるのです。このまま袋叩きにしろ。お前はシース。舐めやがって。おい、捕まえろ。いやん、ドスケベたちには指一本触れさせません。99個のパーツを集めた。その名もナインナインなのです。おう、乗り心地は so good。 ここから先は行かせませんのね。これも101体計画の一部だというのか。パワフル、グレートにしてファンタスティック。つくもプロジェクトの恐ろしさ、味はやがれです。コックピットとかさ、丸見えなんだけど。そのまま本体打ち抜けばいいのに。福もプロジェクトの99だと。なんという風圧。あれは乗り物の力なのか。空賊ボーン一家が使う戦闘ロボットみたい。どこから持ってきたのかしら。すごい出力だったわね。もしかしてオーマの新兵器なの。99個のパーツを集めたと言っていたな。ってことはあれが鎖の先に埋まっていたものか。レイジ、あのロボの、ん?ロボノイドのボディ、まさかとは思うが。いや、まさかではないだろうな。うん、知っているのかレイジ。やつはつくもプロジェクトといった101体計画ではなくな。新しい計画が動いてるってことか。いや、新しくはないんじゃ。むしろ古い計画じゃの。どういうことですか。前身となる計画があったと。その通りだ、つくもプロジェクト、つまり99つくも計画。以前渋谷を中心として異世界同士を融合しようとした大間の作戦だ。それとあの99ってやつの関係は。あのボディに使われているものは世界を融合する力を制御するマシン、大間の実験体99と呼ばれたやつのパーツなんじゃ。おう、ネタバレはそこまでにしておいてよ。これは99一味ちゃいまんねん。まったく、そんなヤバそうなものを引っ張り出しといて、マジ緊張感なさすぎっしょ。それじゃあ緊張感ある方がいいですか。こんなのは Do it。 何をする気ですか。これ以上の悪事はダメですよ、ウサギさん。悪事はマイフェイバリットね。99パワーチャージ。ああ、こっからパワーを吸収してんのか。ご覧ください、すごいエネルギーが。
紛失しています。何が起きるというのでしょうか。次元 Y 極が発生、空間の安定が保てていません。何が起こるの。そもそもあのカプセル状のものは何なの。これは荒紙。まさか私たちの時代につながった。そのようですね。先ほどの世界を融合するという話が本当ならば。まだ来るぞ、油断するな。はぐれ召喚獣、はぐれ者たちの島にも影響が。スケース、こっちにはスケース。このスケースはアイダが作り出したものなのか。アイダ反応はありません。再構成されたデータであると思われます。周りのバグデータもそうかよ。今度はザ・ワールドにつながったのか。荒神のいる未来、召喚の島、そして電脳世界、脈絡もなくつながっておるの。どうせ全部出てくるんでしょ。まだ終わらんようだな。今度は魔界の住人たちか。そしてあんたが引率の先生かい。愚痴が聞けるなら言え。今何が起きている。貴様は誰だ。魔界の均衡が崩れる。それをムンドゥス望まぬ。魔界の均衡だと。止めろダンテ。知ったような口気に入らねえぜ。俺はあんたを知らねえっていうのにな。く、敵の流入が止まらねえ。ここはどれだけの世界とつながっているんだ。お父様、あれは屍兵です。俺たちが知る様々な世界がこの場所と混ざりつつあるというのか。おう、おったまげてるようですね。このナインナインの力、まだまだ序の口です。まだ何があるんかい。姉ちゃん、ええ加減にしときや。しません。カモンベイビー、シールドオン。今ナインナインに力が集中したような。コスモスさん、何かわかりますか。解析不能ですが、何かしらのエネルギーが対象に流入したのは間違いありません。ふんふんふん、教えませんのですね。ではプロジェクトのコンプリートまであと少し。無敵のナインナインで片付けてあげます。無敵だと笑わせるな。気をつけろ。今もナインナインには力が流れ込み続けている。これは吐くか。まさかあのカプセル状の物体から継続的に。そのようだな。気の流れのようなものを感じる。何の意味があるのかはわからんが。だが何もないわけがない。あのカプセルは破壊するべきだ。ああ、あれさえ破壊してしまえばナインナインがどうだろうと関係ないぜ。そんなことはさせませんのことなのです。あれに触れるのはまだ早いのね。そのナインナインを先に倒すのも手ですけど、とにかく何かしましょう。おう、できますか。私の無敵っぷりを思い知るだけです。レイジ、何か気になるのかの。やつらが今進めているのは101体計画のはずだ。だが出てきたのはナインナイン。つくも計画、すでに頓挫した計画のマシンか。確かに地と不自然じゃの。ナインナインを作ることが計画の目的か、それともその先がある。そもそもあの緑の卵とこの島は何だ。101体計画、カプセルを破壊する。まあまずはカプセルをカスタマイズ。これはお、19ってことは全部出れるかな。全部出れそうだな。じゃあこのままでいいか。カプセル状の物体を目指して何かしよう。ふんふんふん。宝箱らしきものはなさそうかな。てかマップ拾えなく、絶対さ、ここの空間にさ増援出てくるでしょ何もないわけがない。とりあえずみんなそのまま進めば大丈夫かな。私ね、承知。了解よ。ただこれも移動力4のやつと移動力6のやつでだいぶ差がつきそうだな。俺が行く。私です。了解です。そして味方が全員出てきたってことはそれなりの長期戦にはなりそうだ。やってみるわ。
行きましょう。修行だ。頑張っちゃう。やるか。大丈夫よ。多いな、19人はさすがに。まだいるか。これで終わりだね。反撃はできない、これもできないって、結構遠いな。段差があるから遠く見えるだけか。喧嘩を売る相手を、ま、見ちゃいられないぜ。トラミティ封じ重ね合って。僕はかなりあるな。こいつで決める。後ろで聖封じ。こいつは暗いな。お前あの通りに言ってね。毒で1万3000も当たったんだけど。攻撃俺もやらせてもらう。こいつも4万9000あんのかよ。飛べ。こいつは暗いな。水月好きってリボン。葉月流の奥義。こいつは暗いな。大暴走だ。こいつは暗いな。使っちゃおう、もう。よーし、倒した。ふん、手強いな。新横須賀を思い出す。お前、仇の学生やろ。このバニラも攻撃力すげえなって。こいつ使ってきそうだな、やっぱりな。生き残れるか。ガードはしたからな。毒で4万7000とか、とんでもねえな。覚悟はできてるさ。トラミティー重ね合って。うつげそんなに言ったよ。こいつも暗いな。あっついで。うつげ。少しはやるじゃないか。まあ、結構ダメージは当たるな。ストライダーに来るとは。踏み込み。愚かな。人使いが荒いね。4万9000減らすことができるか。手裏剣。外さない。任務よ。悪く思わないで。ちょいと残ったか。まあ、しょうがない。急所を外したか。複数攻撃できるやつがいたらちょっと狙ってこう。効率よく倒していかないと時間ばっかりかかるからな。このまま行きましょう。アニマル、今こそ勝負。アニマルの刃、倒してくださいのギア。撃ちます。サイレントタックル達成が上がってる。エネルギー凝縮。ターン。攻撃を切ります。フレッシャー。よーし、終わりですね。40レベルか、こちら。あー、こいつスケッチだったか。しまった。防御しておけばよかった。1万4000残ったか。でもちょっとすげえ普通の敵に見えた。後方支援は慣れてるな。切るぜ。フライパンだって武器になるの。これでどう。こんにゃろー。切るぜ。そこだ。レコールは。こいつが硬いのか、攻撃力が低いのか。よく言えばクロートの組ってやつ。通りが悪いな。確かにゼファーバシロン組そんなに攻撃力高かった印象はないからな。うかつに空気読まずにやっちゃうからね。悪いな。ダメージはグラウンド指揮用だ。ちょっと弱えな。くだらん。ネロも普通に来るな。どん、皆さん私に続いてください。行きます。ワギャコプター。吠えて。ワギャコプター持ってるよ。ビッグの術で終わりにします。すいません。だからちょっと残ったか。覚悟。ここだ。ごめんなさい、避けられない。おお、気絶した。マジか。ここはドラマチックにな。星の方を見せてやろう。ここだ。良いのか。つくぞ。ポリポリ。サンデル交流拳。やったー。めんこいの。チュンリーにレイジ発動。
なんだそれ。あー、爆発くんがいる。反撃頼もしい。これとこれで攻撃できないかな。おお、これは微妙に倒せないっていうオチじゃないか。気絶したら爆発しないとかそんなんねえな。そんなシステムではなかったはずだ。1万1000か。爆発くん複数で倒したらどうなるんだっけ。確か1体分しかダメージが食らわなかったような気もするんだけど。5200とか出たぞさっき。この距離なら外しようがないぜ。よし、片付いたな。13000。このターンが終わったらチョコレート食おうかな。チョコレートは結構いっぱいある。でもうプラズマフィールドは展開しておこう。なるべく4体巻き込めるように。1、2、3、4。 OK。 射程が広いからな、チュンリーは。で結構鍛えた。まあ、雑魚的は倒したな。うおお。死ぬ。これは 100% のやつ使っちゃおう。でまたちょっと排除しながら XP を貯めていくか。生徒には見せられません。英雄の誰かが鬼神のシャットダウン。やれます。これからバトルシャットダウン。もう誰も傷つけさせない。さあこれからだ。勝手なこいつも残るか。1万くらいだったら、あ、2万近くあったのか。このネロをなんとかしないといけないしな。まだこれで外す。この鉢3万4000万のヒットポイント。普通に倒せると思ったら甘かった。強すぎるっていうの。ネロ用の XP がなくなってしまった。こいつで爆弾くんを倒そう。ミッドナイトブレス。天国のママ見てたね。よし、いい感じだ。これは1万食らわないんじゃなくて長い。楽しかったし、なかなか美味しかったよ。うん、8725。まあこれくらいだったら軽傷だな。6万でこいつを狙えねえか。狙えるやつを狙っていこう。ライトニング総攻撃を開始しよう。チャージショット射撃だ。サスティンファリー。最後の攻撃者ハイパーグレードショット。最大出力で決着をつける。キャプテンコルドー、ミッションコンプリート。イレギュラーはどうして生まれる。おし、ネロちゃんを攻撃しましょう。横あるかな。ない。ブロックからか。セガタ三四郎で外せるかな。行くぞ。障害だ。風神じゃ熱い。頭使え。真っ赤にたぎる遊びの地飛んでいけ。さらばまっともよ。おーい、上に上がるのか。あれ半分だな。俺が出ていれば。おお、25000。これね、危険なんだよね。危ねえ。行くぞ。また貯めないといけない。まず移動力4のやつから攻撃をしていかないと。人は
届かなくなるかな。叩き落とす。と水車の如く。これが私の空風よ。もらったわよ。水車だ。19,860 とか。今の私たちに消防っていうのは何なんだろうな。この強さの違いがわからない。ああ、いいぜ。12,000。俺もやらせてもらう。こいつは辛いな。こんなに焼いてもんちょうじゅう。手強いな。こっちにボス、あ、スケイスか。スケイスはちょっとこのターンじゃ無理だな。使命を果たします。届く。51,000。これで外すか。多くの仲間たちと共に偉い王の鳥を。さあ一緒に吠えて。ワギャン乙女の騎士のビッグの術。いやー、チクリン終わりだ。チクリン確保で終わりだ。あ、気絶した。ほっとこ。絆が持つ力を。終わりです。ルキナに印がつかない。笑いの壺。もうネタがわからん。任せろ。言葉はいらない。ブロックは一応あんのか。今だ。竜巻そのまま。ぶん殴ってでも黙らせる。中国4000年のあれこれ。最大の反射。最後はこいつだ。受け取りな。そこだ。中国警察。足がふらついてるぜ。やばくない。こいつもあれか。3万くらいあるのか。あるね。よし、やっちゃうから。ここブロック外しなきゃいねえな。これが私の超本気。ジャックポット。こいつを食らえな。くだらん。時間を無駄にした。行き急ぐなよバージル。兜割り37で、みんな何かしら覚えるか。構わん。ストライダーはな、なるべくヒットポイントの高いやつを攻撃したかったんだけど。荒木だ。燃え尽きろ。シリケンエスカリバー。切り遅い。トゥトゥトゥア。ザコと遊んでいる時間はない。頑張る。横から狙うか。暗記をダメよ。燃えちまえ。後方支援は慣れてるの。手榴弾で。まだまだ。狙い撃ちだ。なんだって武器になるんだから。狙い撃ち。ご飯抜き。こんなんじゃ全然撃ち足りない。何もやることがない。頑張ります。ん、あ、そうか。騎士の北、誰か人がいたんだね。とことんまでやってやる。負けられない戦いなんです。君のスタイルが燃えてください。吐き起これ。水星なら全然ブリース総魔人剣。行きますよ。8293という数字が見えない。俺に勝つのは100年早い。こいつも40レベルか。なんだかんだで、ね、ちょっともったいなかったな。まあガードを外せば終わりでしょう。勝利の後は発揮。レッツゴー。スケイスがないるからな、ここは。でネロは気絶してるから問題ないっしょ。こいつが使ってくるか、必殺技。うおわ。でもここはあとあれだけだからな。どうにもこうにも反撃ができん。こんなんじゃ全然
に打ち足りないって。また一歩先に。ちょうどいい感じに溜まっちゃったのか。死んだ人が叫び声が聞こえた。死ねない。やっぱり敵の必殺技には十分ちょっと注意を払わないと確実に戦死者が出るな。ビッグの術、硬いな。俺が甘かったのか。こんなやる気のないやつに。まずは SP を回復させて、間違えた、200あるじゃん。プラズマフィールドを展開。で、チュンリーで真ん中の方を行けば4人入るかな。1、2、3、4、ほい、くらえ。おお、いいね。推しの一手では開かぬと。ちょっと龍剣でこの蜂を倒すか。これが俺のベアナックルだ。何度戦っても35か。やはりレベルが遅れてんな。ネロは大神で倒そう。大神がちょっと遅れてるからな。私のプラズマ武器はこれだ。このワルツ手札流剣法ハンマーハンマーくるった。パキッパキッダンよ。おしまい。まあこのまま放置。お前はもう死んでいる。おお、消えてった。なかなかガッツがあるやつだったな。また会うような気がするぜ。うん、俺にはそんな予感はせん。おお、ヒットポイントがやばい。またちょっとチョコレートか。チョコレートをサンドイッチにしよう。デスケースをなんとかしてぶっ倒したいから。後ろが取れんな。後ろ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 、特に何もない。クロスブレイク崩し。こちらか。また間違えた。超もったいねえ。いまいち誰にターゲッティングされてるのか。いや、分かるっちゃ分かるんけど油断してると分からなくなる。ちょっとゴー、忘れてた。こいつ死んでたんだ。回復させなくては。攻撃力的666で、こいつ978とか。あれ使ってるからか。今回は 25% アップ。いやー、よりによってないんだ。それは遅れんなよ。皆さんこんにちは。おこんこのシックスアウトビースト、こんにちは。バイドシーン、おにぎりおいしい大スクープいただきです。キュー、フィニッシュ。トヤ、ほらほらほら、くっとれ。一層燃え返し、くっとれ。よーし、倒した。偽物はこのまま消え去れ。ふう、危なかった。データの復元か。まったく、何度も冗談じゃないぜ。データで蘇らせるやつは、あれ、こいつなんで。使い回しができるからな。スライダーちょっとこのままガンガン向かおう。ここで2400とか異常だろ。
今ここで倒れるわけに。攻撃力1000超えてるかんな。こいつも1000超えてるな。裏を取るか。次まずこれで外して。やっぱこれや。親父、見ててくれ。トラミング風車。射程。うちで。し、トラミング風車を出せるか。親父、見ててくれ。こいつは暗いな。おお、行ったか。手強いな。すげえ。新横須賀を思い出。18万。群れのリーダーを倒しました。引き続き括弧撃破します。俺様、まあ、あの上の敵はちょっと放置しておこう。僕たちの番か。どうしようかな。鉄拳であの雑魚敵を倒すか。私が相手です。あれ、ここでどこだ。ほれほれ、私です。この戦い勝利のために進みましょう。勝利の一度じゃ。おお、めっちゃ外れてる。ワギャン、大きくなります。これくらい。すいません。どこを見ている。終わりだ。勝負あったな。はあ、やるか。山しょうがない。手を貸してあげる。ショットガン。この一撃で撃ち倒す。ゆっくり眠りな、ベイビー。愚か者にも泣けるぜ。レッツゴー。というかどこへ向かってる。あ、一旦これ多分階段降りないといけないな。ピョンって段差を飛び降りるみたいなのはできなそうだから。これでもさ、あの緑の卵を破壊したらさ、絶対シースと戦うことになるよね。何人か残しておいた方がいいかな。今の私たちに足りないものは何かしら。やはり修行か。愛が足りぬ。一旦終わらせるのに結構時間がかかるな。7000か。それでも結構食らうんだな。真相究明します。アレクゴー、メアウルフ、カヤ、じゃんけんポン。おにぎりおいしい。チャンネルはそのまま。10、ギターで勝負。トー、連勝ダメージ。コランシュ、まあ倒せるな。コランシュ、ザ・ワールドにリズムゲームの要素。これでだいぶもう片付いたけど、移動力に差がすでに出始めている。これをなんだ、ずっと緑の卵のとこまでやっていかないといけないのか。問題ない。え、ちょっと待って、ここに龍騎1号があるけど邪魔なんじゃねえのこれ。よし、上から回っていかないと。でどうせあのシースは攻撃が効かないっていうオチでしょ。緑のなんちゃらを破壊するまでは。了解です。共に行こう。ついてないわ。私ね、準備 OK。 了解、行くか。イエース。あー、来るんだね、ボルヒョウ。何これ、どういうあれなんだ、操作なんだ。レッツギャン。こいつは効くでしょ、攻撃。どう考えても。てか、行きます。待っててください。54000か。かなりの質問と誇るな。これ練習したんです。行きます。セクシー台風ルミノンサイス使うか。今まで持ってきたからな。まあよしとしよう。気にしない。気絶した。12000。マジかよ。マシロ、遅れんなよ。キャプテンコマンド。ケルゾン。
決めるぞ。最後は私だ、キャプテンコレド。落ちろ。お、気絶した。敵データの更新が必要。イエーイ。うーん、ボグス。X0 を狙ってくるとは。なんてやつらだ。まだまだ。構わんぜ。了解した。行くわよ。敵がな、どう出てくるかが分かるからな。ゼロ。取っておいた方がいいのか。ここら辺に数人。パワーグローブ、フルパワーだ。キャプテンコレド、ミッション完成。ゼットセイバー。チャージショット。弱点武器を見つけなければ。成長するレプリロイド。いけー、死ぬ、マジで死ぬ。レモン組、とりあえずはこんなもんでいいか。行きます。行くぞ。始めましょう。さあ、お父様。了解。横のこいつをあなぶちのめす。空気だ。俺ら発生する。自分の仕事は果たす。後ろだ。もらった。後ろだ。手裏剣。外さない。私は優しくない。そこへ。地獄へ。 OK。 さすがに勝たせるな、こいつなら。汚れた白夜。気絶してるやつがいる。後ろ取っとくか。みんな見てて。間違えた。先にこれを外しておけばよかったけど、まあもともとパワーが低かったから問題ないかな。よく言えば黒男の身ってやつ。任せとけって。対処します。ああ、ほらね、出てきたよ、ババじゃないか。ふんふんふん、やはり汚い X。 ババ、ここがお前の言っていたふさわしい場所か。その通りだ、ここから世界は壊れていく。そんな場所で俺はお前を破壊する。そして俺もくたばるだろう。最高だと思わないか、 X。 もう何を言っても無駄だな、貴様にはまともな思考はできまい。いや、ゼロ、ババは本気で言ってると思う。世界の命運がかかったこの場所で俺を倒すことに意味があるんだな、ババ。わかってるじゃないか、X。だからこそ、お前だけが違うんだ。この忙しい時に厄介な奴が出てきたわね。ほっときなさい。ここは強行突破よ。待てよ。まだ始めるのは早い。早すぎるだろう。ザギ、てめえ。星組の眷属なんざ、どこから連れてきやがった。こいつらは勝手についてきただけだ。だが、こいつらにもわかってるみたいだぜ。世界の終わりが、そして始まりが、こいつらはただその時にその場にいたいだけよ。俺とお前が行く世界に、こいつらもな。ヒャッハッハー。ザギ、こいつも変わんねえな。けど引き連れてるモンスターってさ。ああ、ここは僕たちの世界とも通じている。まるで異世界のジャンクションだぜ。この島はどうなってやがる。いい気分だ。高まるだろう。最高だろう。ここは空気を読まねえ。その面も声も飽き飽きだ。そろそろこれっきりにしてくんねえか。こいつらも出てくんのかい。おっと、待ってもらおうか。この浮遊島は我々ジェノサイドがいただく。死にたくなければ失せろ。いや、ここで死んでもらおうか。シュトゥルム一家か。お前たち何をしに来た。次元を超えるほどの強大なエネルギー反応をキャッチしたのだ。まさか次元を超えた先にこのような基地が存在したとはな。基地？なるほど。ここは大間の基地ということか。この島手に入れてどうするつもり？サイバースペースに接続するのよ。そのエネルギーを使えば今度こそあのお方が。くだらんな。走行どけ。
ババ、我々の邪魔はせんことだ。心配するな、お前たちなどいてもいなくても俺には関係ない。ユイ、お前がそこに存在している限り俺もまた存在する。はっは。おう、ゲストが盛りだくさんね。これもまたカオスな感じでグッドなのです。なんじゃその余裕は。この島が占領されるかもしれんのじゃぞ。それはどうでしょうかね。その時はその時でシンキング考えます。この島にはまだ何か隠されているのか。多少のことが起きても問題にならんほどの。迷っていても仕方がない。行くぞ、あの緑のドームを叩き割る。え、あと誰動いてないの。こいつか。行くわよ。気合十分です。これ完全防御だな。無駄無駄。レッツギャン。ん、誰を狙ってくる。シャウィギャン。こんなところにいたのか。全然分かんなかった。こ、今が正義を貫く時だ。切り刻むシャブリッシサイボーブレイク。シャブリッシャブ。決めるぞ。最後は私だ。キャプテンコルド。ゼロブレッシャブコンクリート。シャブリッシャブ。なんて耐久力だ。行くぞ。こいつら別に何もしてこないでしょ。始末する5000かよ。でも俺か。え、これやばくねえか。行くぞ。目標確認。ギリギリだな。防御を使おう。了解した。敵の数は半端ねえな。行くぞ。もう竜とか超遅れてるし。分かったわ。まあ、攻撃できるやつを攻撃させて。すげえとこ詰まってんな。一番くらいだったらいけるでしょ。倒しとこう。後半息切れしちゃった。もっとスタミナつけた。 145% か。敵がね、多分ね、当たんないと思うんだよね。なんかヒットポイントも高いって、ちょっとついてみるか。まずはブロックを外すから。お、当たるじゃん。ヒットポイントでも回復するとかありそうだな。オーラね。おう、元気もりもりなのね。みなぎってきます。なんじゃ、再生した。次元連結システム言ったはずですよ。ナインナインは無敵だっちゅうのとね。こういうことか。エネルギーが継続的に送り込まれているというのは、供給装置を破壊せん限り堂々巡りじゃ。さて、じわじわとボコボコにして差し上げましょう。みんな、ナインナインはやり過ごせ。緑色のカプセル、やつのエネルギー供給源を断つ。全員って向かってもしょうがねえしな。ここら辺の部隊はもうちょっと待ってようかな。問題ない。私ね。こいつは、一人の横。最大アタック50か。これ使おう。開始。ザコ。また間違えたー。てか連打してるとそのまんま攻撃しちゃうな。終わったな。大丈夫か、ビリオリ。僕たちの番か。恐れ。行きます。待っててください。行きますよ。援護を開始します。やればできるんです。いきます。セクシー台風。神聖なる眷属。そう。神聖なる眷属。倒せるな。魔人剣。エステリーゼ様。頑張りましょう。下にどれだけ派遣するかだよな。
ブロック向こう。こいつブロックあんの？ブロックちょっとあるな。はい。まちょっとだから一瞬普通に攻撃すれば。ここで倒します。突入の槍。一瞬で破壊できる。こいつは3体いるから弱いんだよね、1体1体は。それこそ普通の攻撃で倒せるくらい。その割には経験値を持っているっていう、なかなか美味しいキャラだな。またあの薄暗い洞窟へ戻ることになるとはな。え、何？死んでないの？まあ攻撃してもしょうがないし。任せてください。あれ攻撃できねえ。任せて。正義を示せ。コスモスで届くかなって思ったけど、甘かった。行くわね。じゃあちょっとこうやって倒すか。あー倒そう。全然満たされた感じがしないぜ。まだ。イエス。あーめんどくさいな本当にこいつは。うってー、死人が大量に出た。みんな親父。どうしようかな。応戦しなくていいか。始末する。おお、よりによって反撃するのかよ。これは防御しよう。邪魔だ。ごもっともで。え、反撃できないの？ SP が足りないのか。さてどうするか。まず生き返らせるやつを生き返らせよう。これはあれでいいな。どうやってあれ生き返らせるんだっけ。ええ。いやマジでどうやって生き返らせるんだっけ。救援みたいなのあったよね。いや使ったことねえから忘れてしまったな。これは全然関係ねえしな。あれ X とかでやるんじゃなかったっけ。Y。 え、わからない。わからないからアイテムを使おう。もう行動不能回復。ほいほい。で、チョコレートと、チョコレート2つ使えば 100% 回復か。ほんと厄介だなあいつは。なるべくばらけてた方がいいかな。後ろを取ります。いやこいつレベル高いかな。わかりました。こいつが後ろを取れるな。これほい。すいません、お邪魔します。ホットイーター参上。ほい。浄化の方法でシルフィーロール。ピカン。華麗に決めちゃいます。いきます。シテルの一角マジ弱いんだけど。エステリーゼ様。あれこいつらもレベル高かったな。ジェノサイド様無念です。結局さ、こういうやつらが蘇ることはないね。任せて。いけない。こっちから降りないといけないのか。あ、ここは降りられるか。気合十分です。大神どうすっかな。ちょっとここら辺に待機させておくか。どの角度だったっけ。なんかちょっと操作性が良くないな。次から次。これでブロックを外して。受けられるか。
切り抜け水月月俺は前に進むんだ。ほい、なんやもう終わりかいな。基本40レベルいくとまあ強いかなっていうレベルか。あと一歩、あと一歩であのお方を行くわね。ザコはその場で寝てるんだな。後方支援は慣れてるの。この距離なら援護する。晩御飯大盛りで許して。これでどう。これで飛んでけ。なんだろうなあ、あんまり通らないなこいつ。攻撃力674か。コスモスとかだいぶ出遅れてるからな。どうすかな、ちょっとこっちに逃げとこう。あんまりな、ちょっとバラバラにいよう、バラバラにいようって言ってもなんか真ん中に立たれたら全員入りそうだけど。構わないわ。こっちここら辺にいよう。私はここだ。これ誰、こっち後ろの方にいよう。でこいつは進んでいくと、俺はここだ。仕掛ける。こいつちょっとここにいるか。完全防御。OK。了解した。こんなところにもいたんかい。車の陰に隠れおって。ここは援護しちゃいます。そう、コスモス確かにレベル低いんだよね。あ、やっぱこいつが硬いんだ。全然当たらない。クリティカルで一発186って、これ1万当たるか微妙だな。当たんなかった。マジか、まあ、次のターンで倒すか。709か。でもこいつは攻撃力めっちゃだけな。余裕で1000超えてんだけど。まあでも一発しか与えてこないからな。そういうもんなのかな。じゃあコスモスでまずはこの横を取るか。まあ、横を取れば大丈夫でしょう。16が22になってるちょっと上がってるね。確かに横を取った方が。サンプリングを終了。さてさてどういう感じでいくかな。ミッション開始。行くわ。こいつは行けるだけ行こう。任せて。行こうエリカ君。大神はもうこのままでいいや。こいつ6あるから間に合いそうだな。ショータイム。ダンテちょっとここでいいや。私です。下にねまた敵が出てきても厄介だから。大丈夫だ。多少はやっぱり向かわせないと。これ48000か。力の限り戦います。いきますよ。あとはどれくらいの防御力を誇っているか。ホーリーダンス。いきますよ。全然弱い。清き聖丹セイクリッドブレイム。すごい。当たんないんだけど。倒そう。絶対倒せる。エステリーゼ様。了解です。でこっちも進めるだけ進んで。ここは一気に片付けます。ほいほいと。ここが正気。仕掛けてみる。わあ上に行ったな。対空射撃。エネルギーをゼロ距離で収束。切ります。フレッシャー。一発もらったのは千。訓練不足でし。何かを仕掛けてきた。任せ。レイジはここか。あとこいつを向かわせればいいかな。俺の手で切り開く。飛べ。物資が来た。水月好き。いやいやいや。葉月流の奥義。こいつを食らいな。
回復せぶしるか。おお、いったね。必殺技結構強えな。俺様バシロンもまあロック進めるからこれくらいでいいかな。全体攻撃ねしてくると厄介。グオおーい、よりによって気絶しやがった。反撃打ち込め、サイレントローズさん狙撃よ、サイレントローズさん。よーし、OK。 敵は沈黙しました。やり ストライダーヒル突っ込めるか。これここら辺の敵を排除しないと行動力に制限がかかるわけでもないな。大丈夫です、また頑張って助けますね。神聖なる天族、浄化の炎を巻き起こる。敵を撃つ光、降り注ぐ。これ練習したんです、私のセイクリッドブレイム。敵を撃つ光。セイクリッドブレイムが弱いんだな今の戦い。どうしますか。こいつも進むだろう。任せて。で、あとはここら辺にいる部隊で真ん中の敵をなんとかするか。行くか。これ横取れた。14000。硬そうな盾装備してんな。これがハズキ流だ。やっぱこれや。飛べ。立ち上がり。中身は弱かったっていう。ブロック崩しじゃなくてクロスブレーキ崩しか。あれがハマるとめっちゃ強いんだけどな。いまいち条件がわからない。弱い時は弱いから。あとこの2人だけであることを祈ろう。完全パオーじゃ。で、お前らは必殺技が使えないから反撃したかったな。そうか、セイクリッドブルーム、あれだもんな、気絶だもんな。華麗に決めちゃいます。いきます、セクシータイフーン。エステリーゼ様、あまり。おっと、毒った。毒だいぶ食らうからな、これ。足でまといにはなりません。神聖なる天族。まあこっちは全然毒使ってないけどね。聖なる槍を。やればできるんです。これがセイクリッドブレイム。エステリーゼ様、あまり。さて、136溜まってるんで。まずは分身攻撃。チャクラ解放。で、SP を回復させての、後ろ取れる？そもそも。あ、取れるな。ユーリをこっちで倒すか。バックアタックで35アップ。で、ちょっと重複するかどうかって言われたら分からんけど、プラズマヒルドを貼っとこう。バーバーも攻撃しないといけないからね、結局は。ま、外しとくか、まずは。発送する距離も言い残すことはないわね。一周だ。ほら、ほら、ほら、見えた。削り取るわ。手裏剣。外さないわ。あんたの運命は決まったわ。どうだ、ちょっとだけ残ったけど、倒したい。地獄へ落ちろ。5000。一発につき5000とか。24万。これカウンター食らったら 100% 死ぬな。痛みがね、全然ね。おお、また体が動かねえな。相変わらずなんてやわな体なんだ。やはり体もブラスティアに変えなきゃな。そうすりゃもっと楽しめる。今度こそ最後まで
そうだろう、ユーリ。へっへっはーん。ああ、爆発しないんだ。ザギが消えた。どういうことなんだ。まるで空間に飲み込まれるように。今の感じは、時の狭間、次元の狭間に落ちたのではないかと思います。彼のブラスティアでしたか？その力が次元に干渉して。終わったんです？好き勝手、やって勝手にいなくなりやがったか。最後の最後まで迷惑なやつだったな、ダグ。グオ、毒が。どうしようかな。61,200。まずブロック向こうは使っとこう。回復しとこう。回復しないと。回復弾。アイテムの。こんなのさ、アイテムで全然いけるのに。デビルさん1個使うか。了解です。後ろを取れるからな。邪魔者。で、ババは多分切る。ライドアーマーが剥がれたら本体が出てくるっていう、そういうパターンかな。超弱えもん。これ決まったな。これはトレーニングメニューの見直しが必要です。楽しい命のやり取りだ。あ、そっか、またやってしまった。例のやつ、あれとか思ったら。私です。私行きます。待っててください。レイム太郎、何か起これ。行こう、進んで。そう、生まれ、やればできるんです。これがセクシー台風。エステリーゼ様、で、あとババを倒せばいいわけだから、もういいや。ちょっと後ろのやつら間に合わねえな。完全防御。行くぜ。おお。どうしようかな。ストライダー飛竜は緑のところに向かわせようかな。てか、これ緑のところに向かうのって一人でいいの？全然向かわせてないけど、3人必要だとか言われたら超困るんだけど。レッツゴー。プラズマフィールド13万か。プラズマフィールド貼っとこうかな。ま、SP を使うだけだしね。 SP 回復薬は結構あるしいいかな。使おう。みんな今よ。後ろを取って一騎打ちだな。ブロック。今がチャンスです。勝負。冷式で決着をつけます。エネルギー。おー、決まった。そうか、俺の中の鬼もここまでか。ババ、だが忘れるな、X。お前の中にもまた鬼がいることを。それが俺に代わって、必ず、必ずお前を。ポカーン。ババ、もし俺の中にも鬼がいるのなら、その時は俺自身が俺を。X？ てか、ゼロの方が心配だろ。大丈夫なのか？ワイリーのあれは。えだーい。反撃して回復される。ストライダーを。あれ、俺 何すんのこれ。あ、ブレイクすんのね。壊した。簡単に壊れたな。よし、壊れた。頭を使った甲斐があったというもの。ナインナインのエネルギーが急激にしおしおとしぼんでいきます。あ、惜しい。ついにそれを終わってしまいましたね。プロジェクトの進行表通りですね。ま、そんなこっちゃろう。これでようやく拳が通用しそうだな。おう、罰当たりな人々なのです。私もプンプンすぎます。エネルギーを無限に得ようなんて虫が良すぎるね。あのカプセル、いや卵といった方が近いか。
何か入っていると思ったんだが、なかなかいい読みだ。じゃがこれでインチキはできまい。主のチート行為も現行犯じゃ。あんまり調子に乗ってると痛い目を見ますよ。ふん、やってみ。これであやつを取り巻くエネルギーは消えた。その通りだ。一気に倒してしまうぞ。ナインナインを倒そう。なぜ俺にか語りかけてくる。じゃあ倒しますか。まずは例によってプラズマフィールドを展開する。あれ、こいつじゃない。プラズマパワーで。これさ、しかもさ、あれかな、ナインナイン倒したらシースが出てくるっていう、そういうパターンかな。揚げパフェだな。で、サクラで後ろを取る。ブロックダメージ 100% アップ、これだな。クロスダメージ 100% アップを自分に、違う、大神じゃ、うわ、自分にかけらんねえ。アザーかよ。アザーはめんどくさいからいいや。いけ、三勝。痛そう。体に叩き込むぞ。飛んでいけ。ジェフ、スキッパー、疲れ。ウォーカー、方針。バレー、バリバー、スキッパー、キャー。ウォーカー、方針。バレー、バリ、つながりたい。ウォーカー、方針。俺が出ている。いい感じだ。で、レイジで 26% から100までいくか、これ。私、頑張ってみるから。はい、過激団が援護します。もうでかいからわけがわからん。あ、溜まってくる。150まで溜まってるわ。半端ねえな。倒せんじゃねえか、これ。あ、それは無理だったか。さすがに2万2000残ったな。誰で倒そうかな。クリスとジル。バックアタック、バックアタックを取れんの、そもそも取れないね。獲得経験値アップ。クリスとジル、クイックアタック。もういいや、これで。まあ、倒せなかったら倒せなかったでしょうがない。これも護衛の仕事だな。おー、勝て。当たった。ロック解除。あとは当てるだけだ。あとはシースが単品で出てくるかどうか。よし、2レベル上がった。ジーザース、まさか、まさかナインナインが。ナインナインがー。お、って何ふう、苦労をかけさせおって、月の彼方まで吹っ飛ぶがいいわ。随分と簡単に終わったな。そんなことなかったっちゅうの、大変だったじゃろう。なんたって、つくも計画の。それだ、シャオム、俺たちは騙されていないか。どういうことじゃ。ここまで来て、101体計画の全貌は見えない。そして、つくも計画の延長のようなナインナイン。どこかおかしい。一度、整理すべきなんだ。終わったようですね。すぐに索敵に移ります。ああ、嫌な静けさだ。こういう時は何か起こるものだ。調査の前に龍騎1号に一度退避しよう。どうしたんじゃ、レイジ。あの緑のカプセル、俺は何かの卵に見えた。あの中には本当に何も入っていなかったのか。謎は深まるばかりだ。はい、というところで、じゃあ第41話、これで終了したいと思います。